はいどうも、パルプンテジェルサッカーチャンネルのつつんですで。今回は J リーグ移籍情報まとめということで、本日まあ朝ですね、<laughs> 朝収録なんでこれから、ね、もっと話が入ってくる可能性もありますけれども、まあ、あくまで朝時点で入ってきいる移籍の情報まとめやっていこうとなます。よろしくお願いいたしますと。と ということでさ、えー、昨日、ヴィッセル神戸優勝ということで、まあ素直にえー、おめでとうございます、えー、僕はウルライトサポーターなんで悔しさ満点でございますけどね、しかし、まあ、本当、年間通して、ね、安定した強さを発揮したヴィッセル神戸は優勝に値するクラブじゃなかったというところで、ございますこれは本当、素直な気持ちでございますけどね。ということで、まあ、今回、ヴィッセル神戸の移籍の話も入ってきておりますが、えーまあ、こんな感じで毎回、ね、移籍の話は極力早め、まあ、その日のうちに上げていきますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたしますと。 えーいうことなんですまずね、ガンバ大阪がね中谷選手、グランパスのセンターバック、元日本代表ですね、の獲得に動くというところでございます。で、ガンバ、もう一個情報がありますね。で、ヴィ神戸は、えー、原口、今ちょっと噂ありましたけれどもね、えー、原口元気安藤鈴木徳丸というところでございます。じゃあ今回見ていきましょう。よろしくお願いいたしますと。と、えー、いうことで、まずこちらでございますね。 えーガンバーから見ていきましょうかね。そうえー、ガンバー中谷獲得うきというところでございますで。左出しているのは今シーズンの主なメンバープラス、まあ、レンタル加入とレンタルで行っている選手、まあうん。僕が把握している選手と、まあ、把握している選手でポジションが分かる選手というところでございます。まあ、こういう感じかとありますけどもね。で名前の横に赤いマークある選手が移籍の噂がある選手というところで、まず中谷選手が入っております。まあ、一応、市森選手も、ね、レンタルでどうかちょっというところがありますけども、まあ、見ていくと、えーそう、言葉の違いは あところでまだね、中田に獲得が動くってことはあ、まだね、オファー出していないのかと思いつつも、他のね、メディアさんですね、えー、とあるメディアでは、まあ順調に交渉が進んでるみたいな、これ、だんか言葉って結構ね、移籍話のときは気をつけないといけなくて、まあ例えば獲得が動くだったら、まだオファーはないし、まあ、えー、身分紹介程度かなっていうのはあります、あとは、まあ移籍をする意思があるかとか、なんかそんなところですし、まああとは、こう、獲得決定的とか、濃厚って出た代 大体こう90%以上がまあ、えー、ね、えー、獲得とか遺跡が成立するんじゃないかみたいなところなんで結構言葉、遺跡の話を聞くときは結構この言葉というところはね、えー、見ていかないといけない。もちろん決定的とかね、ってなっても、まあもちろん破談になる可能性はゼロではないんですけども、ただまあこ遺跡の話とか、まあ、一般的に見ていくとまあ90%以上獲得濃厚とか、決定的は90%以上で、まあ交渉中とか、あるいはまだ30%程度、かんじかんじがんじか、正、えー、しますけどもね。 動いているんであろうというところでしょうね、こ、まあ、今年のガンバでいうと、本当、失点数が多いというところで、でまあ、途中、ね、こう残留争い抜けたからてね、これね、えー、残留争いを抜けたかなという感じがした、ガンバ大阪には、えー、なってきますが、気づけばね、また気づけば、ずるずると順位が、ね、下がってきていると。 と,いうところでございますまあ相当ね今年のガンバは苦しんだまあポエトス監督1年目なんですけどもまあ、現在順位表で言うとまあ、A、16位というところ、まあ、湘南ベルマーレにも抜かれているんですねこの間まで残留争いしてた湘南ベルマーレにも得失点差の関係で抜かれていて16位ですよねこれ16位でま最、あ、悪17位まで落ちる可能性があるガンバには、えー、なってきますで、えー、今シーズン現在の16位というのは来季だと高額なんですねもうこれ来季のレギュレーションを発表されててもちろんね確定であって で決定ではないとまあ決定と思うんです。これもほぼ決定というところでまあ何かでは覆される可能性もゼロではありませんが、ただまあ、えー、決定事項としてまあ来期 J116、17、18三クラブは自動交換まあ自動入れ替え戦がないというところで、えー、てことでまあ16は来期だとまあ高額なんですこれね。<laughs> てことで考えていくとやっぱディフェンス面のね、えー、再構築は必要。やっぱ残留するには守備力ってよく言われますもんねと。まあただねカンバ残留を目指すみたいなクラブじゃないんでとね僕は思うんですけれどもねで、まあ、元日本代表の 行くやということ、まあ、中谷選手でしょ、まあ、中谷選手ももともとレイソルのユース出身でそこから、えー、グランパス行ってみたいな、まあ、何クラブか、まあ、2クラブかな、えー、来てる選手なんで、まあ、3つ目のクラブをそろそろ求めても、えー、おかしくはないんじゃなかかというところですよね。 でえー、マイノスでレンタル中の一森選手は復帰要請というところで、まあ、ゴールキーパーのところ、ねまあ、今のポ小ス監督のサッカーであれば一森選手は、ね、確かに合うであろうというのはありますので、まあ、一森の復帰要請もこれ倫理かなってというところなんですけれどもとなると、まあ、復帰となるとガンバーはまず一森選手確保というとこになりますであと、まマ,ね、マイノスがだからどうなるかというところで、ね、ゴールキーパー、まあ、オイパウェル・オビンナがいて、ね、そして若手ゴールキーパーも何人かいますのでそこに任せるかもしくは飯倉選手に任せるかとかあります。 ただね、そうなるとまあ玉突き移籍が勃発する可能性もゼロではないのかなって感じがします。まあ、東口がどっか行く可能性もゼロではないのか。でもし、市森選手が帰ってきた東口選手が来季どうなんだみたいになると、もしかしたらね、新潟が今、小島選手が移籍するんじゃないかみたいな話ありますんで、小島がもし移籍すれば東口が帰ってくるみたいな、そういう玉突き移籍いくつか起きる可能性もゼロではえないのかっう感じがおしりますけれどもね。で、まあ、グランパスからしたらまあ中谷選手移籍は小松 あるんじゃなかったというところでこちらで来ますね。まあチーム授業ですけれどもね。 これがえと名古屋グランパスの今シーズンの主なメンバーとまあレンタルでどっか行ってる選手たちというところで多分、全員は名前はないと思いますそれで見ていくとセンターバック、中谷選手いて川浦選手いて藤井選手いてみたいなところなんですけどもまあ正直、グランパス中谷だけじゃなくて藤井も海外に行くんじゃないかみたいたら藤井を正直日本でやるみたいなレベルの選手では僕もないと思ってますんで藤井今年の冬移籍、海外へとなっても全然おかしくはないしまあそれはそうだというところになってきます。 んでねでなるとグランパスね、ね中田に移籍して藤井移籍するとちょっとね厳しいんじゃなかか、まあ、ここ名前出しておりませんが若手センターバックもいますけどもにしてもちょっとねうん心もとなくなるんじゃなかか、まあ、野上にしても、まあ、川面選手にしてもセンターバックの真ん中やるようなタイプじゃなくてまあ、3バックで言うと左のストッパーとかねになってくるんでしょうけれどもしかし今真ん中やるような選手が、えー、ちょっといないかな。まあ丸山選手が できないこともないかなというぐらいで。まあ、もうちょっとセンターバックの補強が必要になってくる可能性もありますしで、あとフォワードユンカーもどうなるかわからんみたいな。ユンカーもね、えー、どうなるかわからんみたいなところがありますんで、抵抗等で考えていくと。とまあ、グランパスからしたら一番後ろのね。最終ラインと前線がええー、来季いないみたいな可能性も出てきますんで、ちょっと補強のね。展望がえ買、ー、ってきそうな感じもします。まあ、多分このオファー自体は多分10月ぐらいにはあったんじゃないかがまあ、なんとなく。過去の もね、いろんな話を聞くとですけども、まあ、大抵ね新戦力には10月ぐらいにはオファーを各クラブ出すみたいな、えー、まあそのオファーの角度にもよりますけれどもね、出すというところなんで、まあ、グランパスもその中谷のオファーをまあえー、理解した上で今、ね、いろんなところ動いてると思いますんで、サッコカーどうなのかと、まあ、ほんとユンカー抜けて、中谷抜けて、藤井抜けてみたいになると、チームがあると勝しまう感じもしますというところでしょうね。はい えーっと次ビッセル神戸ですね、ヴィッセル神戸で見ていくと、まあ、原口選手ですね、まあ僕は最初も言いましたけどね、裏れサポーターなんですねえ、裏はサポーターの僕からしたら、原口はちょっと勘弁してくんねえかと、原口もね、えー、ちょっとね、うちに来てくんねえか、帰ってきてくんねえかっていう感じが正直しますが、ただ、まあこれはサッカー選手、まあえーね、選手の判断次第なんで、そこは帰ってきてほしいけれどもというところですけどもね、でただ、まあリストアップ段階です、まあ、これ一応ね、ねニュースのね記事、見ましたけども、まあ、リストアップ って書いてあったんで、まあ、リストアップ段階であればね、まあ、それはリストアップはするだろうとか、まあ、どこのクラブでも、まあ、えー、それこそ J3 のクラブでも原口はリストアップすることはできるんで、まあ、どうなんだ、まだ進展はほとんどないのかな、まあ、ちょっと獲得に動くんじゃねえか、みたいな話程度かもしれませんというところで、ただ、鈴木とくんはちょっとリアルだなという感じも正直、えー、するんですけどもね。で、ね、まあ、あれ、優勝クラブのジレンマって書いてますけどね、これ、難しいのがね、難しいのが、やっぱりこう過去のね、優勝クラブとか、 え過去のこう黄金期作ったジュビロとかもそうですけどねやっぱりこう一旦落ちるみたいなジュビロもえマイナスもそうですけど一旦こうねん順位的に落ちてまあジュビロも結局広角になってしまってでマイナスは広角はないけどもただしばらくこう勝てない時期もねマイナスありましたこう3連覇なとえなかなか勝てないみたいな時期もマイナスあったんでそういうまあ ね、優勝したクラブって、じゃあどこまでね、来季に向けて、ね、補強をするのかとか、あんまりこう、いじりすぎてもとか、なんかそれが難しい。で、いじんないととか補強がないとね、過去のこう黄金期作ったクラブみたいに、ちょっとどっかでまた沈んでしまうみたいな、まあ数年後沈むみたいなのがありますんで、まあ、僕は積極的に補強は動くべきで、かなと僕は本当優勝クラブであって、もやっぱ将来に向けた投資とか考えたら、まあ、 やっぱ必要、彼女ありますし、まあ、単純にやっぱ来季秋からこれ ACL が始まりますね、ビッセル公演を参加する、今年、売られてると相当苦しめたこの ac 秋口の ACL にはなってきますが、てなると、ちょっとね平均年齢が若くはないビッセル神戸には、えー、なってきます、それこそ山口蛍もそうですし、で斉藤光希と来季も、えー、厳しいんじゃないか見たところもありますし、まあ、大崎選手も若くないで、大木原選手もまあベテランの域に入っているというところなんで、でそれ以外で言うと、川崎選手、ね若い選手いますし、まあ、さっき 選手もただ、イインサイドハウイングで最近使われておりますんで、とというところなんで、まあ、全体的に若いかっていうと、中盤はそんな若くはないかなというのがあります。まあ、前線も若くはないのかなってえ、まあ、大迫、武藤は結構ベテランの域に入ってますし、まあ、いいのは中堅程度で、勇、ま、気、あ、も中堅程度とか考えると、まあ、前線は大迫、武藤中、角は結構、まあえー、ベテラン、武、ま、藤、あ、は中堅でもまだいけるかなと、えー、ところなんですけれども、もただ、中盤、ね、それこそ原口元気、杉木君。 まあ多分 原口ににししててもも鈴木選手にしてもどちらかというと、インサイドハーフで考えているんじゃなんかが、まあ、鈴木選手はアンカーできるし、まあ、もう一つまあインサイドハーフもできる、ダブルボランチもできるみたいな選手にはなってきますんで、まあ、鈴木と熊に関してはこの中盤3枚のどっかで使うことを想定をしていると。で、原口に関してはやっぱウィングのイメージがありますが、ただやっぱ最近はトップ下とかボランチとか、えー、いろんなとこやっておりますんで、まあ、どちらかというと、インサイドハーフで原口元気を考えているか、ちょっとゆるき選手の評価が最近下がってるみたいな話を 来ますんで左に原口選手を、えー、ね考えているかもしれませんけども、というところでまあ、そういうことでまあ、確かに鈴木徳馬と原口の獲得というのは理にかなっているのかなという感じもしますっていうことございましょうね。で、個人的に書いてもるのはこれ個人的ですね。個人的に僕は個人ではないですけどね、えー、個人的にですね、個人的に補強は必須というのはさ,さっき話しましたけ、ね、も、これね、やっぱ、ね、どんなにね優勝したクラブでも補強失敗すると何年後かに肩が来るみたいなところありますんでというところでしょうね。で、今回じゃあ最後。 セレッソのチーム事情というところはスイトクマ選手が、えー、狙っておりますのでじゃあセレッソのチーム事情を見ていこうというところがこちらになってきますねこれがセレッソの今シーズンの主なメンバーと。 いうところでございますますあこれ見てわかる通りボランチはね、原川選手、一応名前出してますが、ただ、まあレンタで実際行っていますんで、まあ原川選手はいないというところで、ただ、木田選手が今年急成長、やっぱ香川選手の横でね、プレーして成長したというのがありますし、香川はまだまだやれるというのを見せたんで、香川がいて、木田がいて、奥の選手、ベテランですけどもね、っていうのがあるんで、ここ、名前ないですけどもね、若い選手、何人かいますよね、まあ、ボランチができる若手選手、大迫選手もね、ネルソン選手もそうですし、まそれふは若手のチ 盤何人かいるというところなんで名前がない選手が今後。 ここでハマる可能性もゼロではないなんかネルソン選手は最近ねサイドサイドハーフかなで使われてるみたいな話もあります戻って多分ボランチのイメージがあったんですけどもというとこなんでまぁ、あ、どう取るかそれをね、えー、そういう若手選手がいるから鈴木く馬を出してもいいところかもしれませんしまぁ、あえー、奥のベテラン中選手がいるしななんかやっぱ鈴木く馬ぐらいの、えー、年齢の選手がいてほしいみたいなまあ、そういう戦争坂の中盤事情なんで若手名前がないけども若手がいないわけではないみたいなところもありますしまあ香川選手木田選手 うダブルボランチが来季1年間ね、まあえー、健康であればこの2枚が、まあ、来季のベストコンビになりそうな感じもしますんで、ていうことで、まあ、出せないわけでもないけども、抜けられても困るみたいなところかもし、えー、れません。まあ、レギュラー選手かどうかで言えばすると、スウィフトクも絶対的なレギュラーではないんですけども、まあ、こういう選手はいてほしいと、ま清、あ、掃として思っているでしょうというところでしょうかね。はい抵ことで、以上、以上メルテージ、ルサッカーチャンネルのつツんでしょうか。